ジョフロワ・ドビル・アルドゥアン、ジョフロワ・ドビル・アルドゥアンは、中世フランスの政治家、歴史家。フランス東部シャンパーニュ地方の中流貴族の家柄に、生まれ、シャンパーニュー博、アンリ自由博にマレシャルとして仕える。1190年には、アンリ自由博の長男アンリ2世に従って、中東で、アッコン皇位戦の指揮をとっている。その中節、政治感覚、 武勇により、彼の個人的名声や権威は過労職以上のものがあったと言われる。1201年、ベネツィアに施設として赴き第4回十字軍への援助を求め、自らも従軍し、コンスタンティノープル陥落に関わっている。彼の記録、コンスタンティノープル征服記は、フランス語の記録としては、最古のものの一つで、13世紀の三分の大作、ランスロヤ、 ブリスタンにその手法を伝え、年代記としての価値も高い。ただ、十字軍がイエルサレムに向かわずコンスタンティノープルを占領し、ラテン帝国を建てたことを擁護し、ギリシア人を非難する立場から書かれたものであり、歴史書としては注意が必要である。ありがとうございます。